幸せそうな顔で
はい、どうもゼクレです。いつかのメリークリスマス、ビーズさんの曲でした。聴いてくださってどうもありがとうございました。この曲はまさにクリスマスソングの大定番ということで、クリスマスになると街中とか、まあ、CM とか本当にいろんな場所で耳にする曲だと思うんですけれども、まあ、今回12月に入りましてクリスマスが近いということで、歌わせていただきました。実はですね、まあ、この曲はもう1年くらい前からもうクリスマスに歌おうというふうに決めて、ずっと自分の中でこう練習してきた曲だったんですけれども、まあ、本当は去年のクリスマスに歌おうかなっていうぐらいだったんですけれども、思いついたのが遅くてちょっと歌えなかったんですけれども、今回はねその1年前の思いをずっとこう胸の内に秘めておいて、ずっとこう練習を重ねて、今回歌ってみたんですけれども、自分が歌ってみたのを聞き返した感じですけれども、結構なんか自分なりのこうアレンジというか自分なりの歌い方が入ってきてたなっていう印象ですね。練習というかライブでも歌ったりとか、本当にずっと頭の中で流れてるみたいな感じだったので、なんかこう自分の中のエッセンスというか、なんかそういうものがなんか入って自分の歌い方になったのかなっていう感じですけども、結構稲葉さんの歌い方にもなんか結構寄ったような感じもあったりとかして、まあ、ゼクレのカバーとしてはちょっと意外な感じになったような気もしますね。でもそれぐらい自分の中でもいい風に歌えたんじゃないかなっていう風に思ってます。まあ、そして今回もコーラスまで一生懸命自分で歌わせていただきましたので、ぜひ何回も楽しんで聴いていただけたらと思います。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録、そして高評価、そしてコメントもしていただけると嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いします。また Twitter や Instagram、LINE 公式アカウントのフォローシェアお待ちしております。よろしくお願いします。またゼクレのオリジナル曲やグッズは概要欄から視聴購入することができますので、ぜひチェックしてみてください。ということでゼクレでした。どうもありがとうございました。